えー、皆さん、いつもショータイムゴルフをご覧いただきありがとうございます。えー、ちょっとね、インフルエンザ明けなので、声がガラガラですが、えー、これは全く関係ないので、ちょっと置きます。重たいので。えーっと、何を落とさなきゃ。 一旦切ります、えー、今日は何の動画かといいますとですね言いますとですねカミですね,ですねえー、皆さん塵も積もれば山となるということわざご存知でしょうかえー、まあちょっとしたことでも、えー、それを積み重ねていくと大きな成果になるというね意味ですけれどもえー、僕自身えー 去年の QT を終えてえー、まあ一番に飛距離が足りないなと感じまして、えー、何か、えー、習慣づけをしてその距離をアップにつなげれたらいいなと思ってえーまあ、いろんな本をね参考にしていたんですけれども、えー、たまたま その習慣付けをするっていうことに関して書いてあった本に、えー、その著者の方が腕立て伏せを1日1回だけやるっていう習慣を決めたそうなんですねこれは面白いなと、えー、まあ、1日1回やって何の効果があるんだって思ったんですけど、えー、その本人は習慣付けすることには えー、習慣づけすることとしてまず3ヶ月は最低でも続けられることじゃなきゃいけないですよって書いてあったんですねなので僕もちょっとやってみようかなと、えー、とりあえず1回だったら絶対失敗しないなと3ヶ月続けられると思って、えー、去年の QT 終わってからやってました実はえー、な QT 終わってからなので <laughs> 11121まあ約3ヶ月経ちましてこれあの一、ー、回も一日も欠かさずにできました、まあ、僕の場合は腕立て伏せともう一個腹筋やるっていうのも加えたんですけどま一、あ、1日一1回以上ってことですね一日一回以上はやりましょうねっていうことで。 えー、なんとか3ヶ月成功しました、えー、これを、まあ、今後も続けていきたいなと思いましてで、えー、その本にはもう一個ね大事なことが書いてあって習慣づけするポイントとして、まあ、コツですねコツとして、まあ、その簡単なこと絶対失敗しない3ヶ月続けられることっていうのともう一個1、えー、人じゃなくて、まあ、複数人で。 それを行うっていうのがポイントですよって書いてあったんですけど、えー、なかなかねそのでやるって結構難しいんですよ、ね、でまあ僕ちょっとインフルエンザの間にいろいろ考えていてこれは、えー、普段、えー、応援していただいてる視聴者の方にも手伝ってもらおうということで。 この動画で、えーまあ、そのチャレンジをちょっとずつね更新していったりとか、えー、その成果を皆さんに見せることをモチベーションに、えー、やっていったら今までよりも追い返すできるかもしれないし、えー、より、ね、続ける力になると思うので「うん、腕立て伏せ1日1回チャレンジ」ということで。 えーまあ、僕はこれに腹筋をプラスして腕立て伏せと腹筋を1日1回以上やりますっていうのをこれからとりあえず1年間は続けたいですねうん1年間でまあその間にもどれだけこう飛距離にプラスになるのかえー、まあ翔太さんに追いつくのはね、まあ、ちょっと厳しいかもしれないですけど、まあ、なるべく追いつけ追い越せということで頑張ってやっていきたいと思います ししくお願いします以上 <laughs> えー、竹内輝樹習慣付けすることの報告でした皆さんも応援よろしくお願いします